空の境界空の境界未来福音空の境界未来福音は、ナスキノコ及び竹内隆による日本の電気小説、漫画。空の境界のサイドストーリーや後日談が収録されている。サブタイトルは、ザ・ガーデン・オブ・シナーズ・リコールド・アウト・サマー。キャッチコピーは、私の世界は二つある。どちらがどちらの影であるかなんて、正直確かめることさえ忘れてしまった。 2008年8月16日、ナスと竹内が数年ぶりに、同人サークル、竹棒記として、コミックマーケット74に参加した際に、発売された。ナスの小説、未来福音2本と竹内の漫画、1998年3本の、計5つの物語から構成される。また、空の教会ギャラリーとして、空の教会の講談社ノベルス版及び、 高段社文庫版の表紙5枚と劇場版空の境界のポスター3枚の計8枚のイラストが収録されている。想定はハードカバーを採用しコミックマーケット74で販売されたものには空の境界色ごしおりが付属。なお、同シリーズの公式漫画家は本作が初めて。本作収録の未来福音、ジョモービュースリンクは 空の教会シリーズの中で最も未来を描いた作品である。また、未来福音モービウンスリングは、空の教会のプロット構想段階では存在したが、実際には収録されなかったエピソードが原案とのこと。空の教会では、両儀式、黒霧ミキや青崎大大子の3人を中心に、アラマリア総連及びそのマと協力者との戦いが描かれた。一方本作では、 本作新登場のキャラクターや、空の境界の脇役にもスポットが当てられ、群像劇の様相を呈している。さらに、物語の黒幕であると同時に、影の主人公である、ソーレ連時代が登場しない。本作は、第四商工会時に、竹内隆から同人で、空の境界の続編を出す提案が出されたことから、制作が始まった。 原作者のナスキノコは続編を執筆することに消極的だったが u f o テーブル制作の劇場版空の境界第4章の試写会で映像を見た際に執筆を決意劇場版関係者やファンに対する感謝の気持ちを込めて執筆された未来福音ジョは劇場作品を見たナス自身の客観的な感想が込められている 同人誌版の店頭発売日は2008年9月15日で、取扱店舗は、アニメート、ゲーマーズ、虎の穴、ホワイトキャンバス、マンダラケ、メッセサン王、メロンブックス。また、2011年11月11日に星会、シャブンコより、一般書籍として発売された。発表当初のタイトルは、空の境界ザガーデンオブシナーズ。 リコールドアウトサマーであり、未来福音という単語は含まれていなかった。この時点のキャッチコピーは、と夏の原始、原点となる場所への回帰、未来と過去をつなぐ空白。また、コミックマーケット74で関係者に配布されたコピー本の、空の境界未来雑音ザガーデンオブシナーズ、メビウスノイズが、竹帽器の公式サイトにおいて、PDF データ形式で配布された。 この未来雑音には本作の後書き的な記述が含まれている。また、表紙には四季、千花、藤野の立ち姿が描かれている。2012年7月7日、アニメ映画、劇場版空の境界シリーズの続編として未来福音のアニメ化が告知された。公開日は2013年9月28日。同時上映として、竹内隆史による 漫画版の映像化作品となる未来福音エクストラコーラスも公開された。興行収入は1.7億円を記録した。本作では未来と過去を見ることのできる能力がクローズアップされており、本編である空の境界で大きなェイトを占めていた根源、起源、抑止力といったファクターは登場しない。以下、本作収録作品の名称を略称で記述する。 ナスと竹内を除く制作スタッフは以下の通り、星会社文庫より2011年11月11日に発売。ナスによる小説のみの再掲載であり、竹内の漫画は掲載されない。多少の過筆修正はあるが、基本的には同人誌版と同じ内容。 ISBN 978から40億6138万9199劇場版プロジェクトサイキッとして2013年9月28日から公開された劇場作品。同時上映は1998年をアニメ化した劇場版ゾラの境界未来福音エクストラコーラス。未来福音のキャッチコピーは彼女の談笑。 過去と未来に私は書ける。彼の結末、エクストラコーラス、キャッチコピーは、君に、幸いあれ。テアトル、新宿ほか全国32スクリーンという、小規模公開ながら、2013年9月28日、29日の、初日2日間の映画観客動員ランキングで、初登場第7位となった。また、ピア調査による9月27日、28日に、 公開された映画の満足度ランキングではトップに輝いた。興行収入は1.7億円を記録した。2009年4月1日、劇場版空の境界公式サイトのトップページにて、本作の映画化が発表された。ただし、制作スタッフはすべて、ナスキノコで、上映は架空の映画館、ムーンシネマズ浅草橋にて、2000年12月29日に短観。 ロードショーというものであり、過去史のないお客様は視聴できませんとの注意書きも添えられるなど、エイプリルフールのネタであった。それに合わせ、東京の u o テーブルカフェにて、同日限定で未来福音仕様の公式サイトを模した未来福音映画化記念コースターが配布された。しかし2012年7月7日、タイプ。 ムーンフェスマイナステンスアニバーサリーイベントにて正式に本作の映画化が発表され、現実のものとなった。以下、出展のページ番号のみのものは、同人誌版のもの。ありがとうございます。